エゴマの葉とエゴマの粉末をふんだんにかけてる。美味しそう。スープに溶け出てる。やばい。すごくない？このボリューム。チヂミの。ガーッ！いやー！ちょっとごめんなさい。おいしー！こんにちは。はい、今日なんですけど、今日は新しいカモジャタンを見つけたので新大久保でご紹介したいと思います。そう、前に新大久保ベスト5大好きな料理屋さんでカモジャタン宗家と松屋を紹介したんですけど、ちょっと今回新しいご飯屋さんを見つけたのでちょっと紹介したいと思います。はい、今日は新ちゃん食堂、新ちゃん食堂でカムジャタンを食べたいと思います。めちゃくちゃ美味しいです。メニューはたくさんある。チヂミもありますけど、ここはカムジャタンを食べに来ました。結構いろいろあります。ここのパンちゃん、おかずはナスともやしとキムチときゅうり。パンちゃん大事。キムチ。うん。あ、古漬け。このキムチは古漬け、ちょっと酸っぱい感じ。でも美味しい。ナスのパンちゃん、うん、なんか本場の味、おいしい。今週週4回新大久保にいます。ヤバめ。どんだけ。カムジャタン来た。エゴマのゴマ、エゴマの葉とエゴマの粉末をふんだんにかけてる。美味しそう。ここは松屋と宗家の間の濃さ。松屋はちょっと濃いめのカムジャタンで、宗家は薄めのカムジャタンなんですけど、ここはその中間の濃さのスープです。美味しいの。見て見て見て、このホロホロ感のお肉。見て見て、このホロホロ感のお肉。やばいやばい。はい、ここはもう出来上がった状態でカムジャタンが来ます。だからすぐ食べれます。いや、楽しみ。じゃあ行きたいと思います。カムジャタン GO。 うまそう。うまそう。マジで。うん、おいしい。もうニンニクも効いてるし、そう、このごまの葉とごまの粉がめっちゃ効いてて、めっちゃおいしいの。そう、あんまりいろんなカムジャタン行かないんですけど、ちょっと見つけちゃったよ。そう、こうやってお肉とスープを一緒に食べるのが好きです。骨からお肉を取るの。まあ、かぶりつく人もいるけど、僕はほぐします。もう白菜トロトロ、見て、トロトロ。見て見て、これもうお肉がね、もうね、出来上がってくるから、もうスープに溶け出てる。やばい。トロトロ、ほら見て、トロトロ。もうさ、幸せだよね、こうやって韓国料理毎日食べれるって。そう、カルビー来たよ。すごいボリューム、美味しそう。カルビー、
うん、すごい。なんかお酒の味がする。おいしい。なんか変わった味じゃない？もうね、なんかね、スープの中にね、もうトロトロになってお肉が入ってて、ほぐす必要なし、ここ、そう、ほら、そういう感じで今、すごい、もうトロトロ、ほら、もうね、だん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 ね、お鍋の中がね、トロトロになってくるの、これ、もうトロトロ、トロトロ、おいしい。なんかこうお肉と骨をそうカムジャタンでこうねほぐさなきゃなんないじゃん。なんかほぐす必要なし、ここすごくない？このボリューム縮みをガーやーやー、ちょっとごめんなさい、縮み来たよ、すごいボリューム、うん、おいしい。つなぎもも来ました、おいしそう。つなぎも唐辛子と玉ねぎとニンニク、うまそう。つなぎもいただきます。おいしい、おいしい。つなぎも、もういくらでもいける、これやばい、ごめんね。で、ここは座敷が2つあって、あとカウンターでも1人でも来れて、なんかいろいろ定食とかも食べれるので1人でもいいと思う。ほんまも優しいし、おいしい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 。もうほら見て、最後どん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 ね、お肉と野菜がね、やばい感じにトロトロになっていくの、美味しそうなの、美味しそう、てか美味しい。もうお腹パンパンね、お腹パンパン、美味しかった。もうぜひカムジャタン試してほしい、ここの。そう、はい、ってことで今日は新調食堂というところに来てみました。この間上げた動画は私の好きな新大久保の韓国レストランベースト5を載せたんですけど、この辺に貼っとくんで、そちらも参考にしてみてください。ここは2回目なんですけど、新しく見つけたカムジャタンのお店でした。あとインスタグラムの方もこの辺に貼っとくので、よろしくお願いします。美味しかった、お腹パン。